皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですねアイディアに著作権はあるのかみたいな話をしたいと思いますマシュマロに質問をいただきました小説の感想でこの展開はまるまるではないのバツバツはがっかりといただきました確かに提案された展開の方が面白そうです しかし〇〇を下地に話を変えると著作権などの問題に引っかかるのでしょうかこれね〇〇っていうのはアイデアのことだと思うんですよ。こういうふうにした方が面白いんじゃないのっていうふうに読者さんからアイデアがもらってその読者さんのアイデアによって小説を書き換えたら著作権に引っかかるのかっていうことだと思うんですよね。でねここで著作権のおさらいなんですが著作権法第2条の1にはですね 著作物思想または感情を創作的に表現したものであって文芸学術美術または音楽の範囲に属するものをいうって書いてあるんですねでねこれの中にはアイデアは含まれないっていう風うになってます例えばアイデアだけれども異世界転生して現世の能力で成り上がっていくっていう話アイデアがあるとしますここのアアイデアを規制すること まあ著作権があるっていうことはこれは私のもんなんだ私以外に使わないで使うにあったらお金ちょうだいっていうことなんですよでもねそのね、異世界転生して成り上がるっていうアイディアには著作権はありませんだってアイディアは思想及び感情を創作的に表現したものではないからですアイディアはアイディアでしかないんですねなので 著作権法に引っかかることはありませんでもきっとね多分この方はですねなんかこう読者さんがウェブ小説とかで読者さんがこうした方がいいのにっていう風に言わった、ね、そっちの方が面白そうやなと思ったけれどもその通り直すのはなんか嫌やなと思ってはるんやと思うんですよあのなんか嫌やなっていうのわかるんですよだって読者さんの言うままに変えていったら自分がなくなりますからねその気持ちすっごいわかるんですよでもねあの別に私はね読者さんがこうした方がいい い,いのにって言うはってそれがよかったら直せばいいし読者さんがこうした方がいいのにって言うはってつまらんこと言ってはるな思ったら無視したらいいと思いますこれはねあなたがプロになってから編集者とやり取りする時も一緒なんです編集者いろいろ言ってきます編集者っていうのはあなたの小説の一番初めの読者さんなんですよせやから編集者いろいろ言ってきます ここでヒロインがね、大好きっていうのはちょっと良くないんちゃいますかもっと後の方にしましょう、ギリギリまで待ちましょうよ、とかって色々言われるんですよ。で、それに対してあなたが、いや、私はここでヒロインに好きって言われて、そっからとの人間関係の変わり方を描写したいね。っていう風うにやったら、編集の言うこと無視していいんですよ。でね、これね、読者さんがアイデアを言ってきはる。 それに対してどうしようかなって考えるこれねプロになってからすごく役に立ちます。読者さんの意見は大事やけれどもその通り直すんじゃなくて小説が良くなると思う時だけ直して欲していんですよ。それの勉強はねあらかじめしとく方がいい。でないとね編集の言うまま直してしまってなんかつまらん小説になってしまったわって。 本ににななっった時にはねそううてしまま人もいます特にね素直すぎる方とかねすごいなんていうのか腰の低すぎる方とかねそれやってしまいがちなんですよ。それからね今はそのプロになってからその書籍化する時の作業の。 よこう習をやってるんやと思って読者さんのいろいろこうした方がいいのにこうなんのはがっかりやわって言わったらそっかーと思って直すのもよし直さへんのもよしその辺の判断をつける練習をね今してるんやっていう風に考えてくれはったらいいんちゃうかな著作権法的には何の問題もありませんこれでちょっと参考にならはったかなそうやろほらねお気に入っまたねバイバイ